アメリカのナバロ大統領補佐官は21日、トランプ大統領が最善に向けた支援を中国の習近平国家主席に要請したとするボルトン前大統領補佐官の回想録の内容を否定しました。これは CNN とのインタビューで語ったもので、ナバロ氏は聞いたことがない、私はその場にいたと反論した上で、 ライトハイザーアメリカ通商代表部代表を名指しして彼も同席していたが聞いていないと述べたということですボルトン氏の回想録についてはトランプ大統領もそんな大勢の人がいる場では絶対に言わないと強く否定しています